シュレックスバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、マチソン。シュレックスバッハは、シュバルムエーダー軍の南部、シュバルム川沿いに位置し、ホーゲルスベルク軍と境を接する。シュレックスバッハは、北は、ノイキルヒエン、東は、オットラウ、南は、アルスフェルト、西は、ビリングスハウゼンと境を接している。この町は、以下の地区からなっている。 町の名前は、ケルト語由来で、小川への斜面を意味した。シュレックスバッハは、スワローマナー川沿いのスクレジースバーとして782年のカール大帝の文書に記録されている。この文書は、ヘルスフェルト修道院によるシュバルム川に架かる橋の10分の、一税、超税刑を確認するものである。この文書の信憑性については、多くの中世の文書がそうであるように、議論の余地がある。 1050年頃、ヘルスフェルト修道院は、マインツ大司教と争いとなり、この文書がその立場を支える論拠として用いられた。1140年、スコーリクスバック村は、短い期間ではあったが、古田修道院に移譲された。14世紀にこの村に、古田の10分の1税徴税所が設けられた。ここには、所領を経営し、 行き来する行為の完了のためにストックを保持する10分の一税管理が駐在した。1307年から1447年までの間にこの村は徐々に追言派員薄領となっていった。彼らは古田修道院の大官としてその所領を拡大していった。1450年のヨハン二世の死に伴って追言派員薄家が断絶した後、 白陵全域は、ヘッセンハクルートビヒ一世に移譲された。シュレックスバッハは1526年に、ヘッセン砲白領の宗教改革の影響により、プロテスタント化された。初代のルター派牧師として1568年に、ディードリヒ・ヘルムが就任した。1567年の砲白領分割で、この町は、オーバーヘッセンとニーダーヘッセンとの国境の町となった。 この時代にこの町は防衛施設で囲まれ、地下通路が巡らされた。30年戦争では、シュレックスバッハは1635年に略奪され、広い範囲が焼き尽くされた。多くの住民が張り巡らされた地下通路を通って逃亡した。二度目は、リーベルスドルファー城の戦いの前日にあたる1640年11月14日に、ハンスルドルフ・フォンブレダ将軍が率いる。 皇帝軍がこの町を襲撃し、周辺の集落を焼き払った。1866年のヘッセン選定広告併合に伴い、シュレックスバッハもプロイ占領となった。1920年代と1930年代に、この町は近代化された。下水道が整備され、道路が改良され、1938年、1939年に上水道が設備された。 1933年、この町に残っていた唯一のユダヤ人家族シュピール家に対するアルスフェルトの SA による暴行事件が起こった。1945年以後、約200人のズデーテン地方からの難民がこの町に流入した。シェーンベルクの礼拝堂最初のキリスト教の教会は800年頃に建設された。その遺構はロマネスク様式のアーチ型の窓が残るだけである。 コシック様式の新しい教会堂は1413年2月22日に完成した。300年後にはその教会堂も老朽化した。教会組織やヘッセンホーハクビルヘルム7世からの多額の支援により1754年に新しいバロック様式の教会が完成した。教会の金は1350年、1430年、1755年に製造された。 すべての金が戦争の混乱状態を無傷で切り抜けた。オルガンは1770年に製造されたのだが、これは子供のない農民アダム・ミヘールの寄進によるものであった。祭壇のもとに地下道への入り口がある。ズデーテン地方からのカトリック系難民の多くは、はじめプロテスタント教会を天礼に用いていたが、1950年に固有のカトリック教会が完成した。 シュレックスバフ派の町議会は17議席からなる。エイリヒディールが23年間この町の町長を務めた。2011年9月29日の町議会で彼は2011年12月31日に辞職するつもりであることを表明した。町長選挙は2012年3月11日に開催された。その結果、無所属のアンドレアス・シュルトハイスが71.1。 パーセントの票を獲得して町長に就任した。この町は、シュバルムシュタットイコールトライザ駅及びアルスフェルト駅とバス路線で結ばれている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。